100均で作った小物入りにしては上出来なんじゃないでしょうか。ラベです。お帰り、ラベさんちへ。さて皆さん、おはようございます。今何時かと言いますと、お昼の1時20分です。こんにちはやないかい。そう、そしてアップするのが夜の7時です。こんばんはやないかい。突っ込まれたので、アップロードは夕方の4時にします。こんにちはとこんばんはの間の時間でございます。はい、というわけでございまして、今日はちょっとした小話を先にやっていこうかなと思います。今後一人暮らしをする方、絶対に悩む場所があるんですよ。悩むことがあるんです。もうね、物件選びってめちゃくちゃ難しいっちゃう。なんかね、この物件もいい、あの物件もいい、この物件はここが足らなくて、あの物件はあそこが足らないっていうのがね、もういっぱいいっぱい出てくると、本当に最寄り駅はこの辺でいいんかなとか思ったりしたりね。もちろんいいものを目指そうとしたら値段が高くなってくるやん。でも学生やったらお金がなかったりとか、都内とかやったらね、物件がそもそも高かったりとか、ちょっと駅をね遠くしたりとかすればなんか物件良かったりするんやけど、でも駅近がいいとかね、いろいろ折れるとこがいっぱいあると思うんだ。俺はね、その今東京に住んどって、で渋谷とか新宿とかそういったところにね、アクセスしやすいところにしようと思ったんじゃん。その代償としてね、代償って言ったらあれなんやけど、俺はねユニットバスなんよ。やっぱね、結構多いと思っちゃう、ユニットバスに今後住む人とか、今住んどる人とか。でもユニットバスってね、何が大変かって言ったらね、収納やったりすると思っちゃう。洗面所とトイレとお風呂が全部一緒になっとる。じゃあですよ、あんたんちのユニットバスは一体どうなっとうとっていうところやと思ったい。じゃあそこをまず見てもらおうかなと思います。僕んちのユニットバスこんな感じですね。ちょっと物がやっぱね乱雑なんですよ。やっぱこうするしかないっちゃ、入れるところって言ったらね、ここぐらいしかないって。今ちょっとここ歯ブラシがいっぱいあるやろ。これ使い、ちょっと汚いけんあれやけど、使い終わった歯ブラシをね、こうやって洗うようにね、ここに置いとってから。で、これお風呂洗うやつですね、スポンジとかで。この上をどうにかしたいっちゃけどね、ここって大体ね、ユニットバスでね、こう盛り上がっとったやん、もこって。で、真っ平らじゃないけん、ちょっとガタガタするとやから、今日はここをちょっとお風呂入った、朝風呂入ったあたりけん、ちょっと水滴があれやね。今日はここを、この100均のスノコ、これを使って、あそこの上にちょっとした小物入れを、あー、コーヒーのいい匂い、小物入れを作ろうかなと思います。あー、いい匂い。しかも使うものは全部100均です。だからトータルでもかなり安く収められているんじゃないのかなと思います。それでは行ってみよう。カード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 なっぱぱったらぱぱぱった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 いりません。あー、下にゴミ箱を用意しましょう。ごめんなさい、ちょっと一つ紹介忘れました。このスプレーも使います。100均です。I don't know why today I want to ride. I don't give a shit, cause you know I can go. It's uncool, it's uncool, it's so fucking uncool. I don't care. I'm a red on air. Come on, break a girl, break it, check the rock. Mister.
白いの塗ってしまった。出来上がりました。いい感じにできたんじゃないですか。こんなのがですね、ここにペタってくっついてたんですけど、これなんか取れたりするやん。イラつくやん。これはで、これはなくしました。もうこれで賄えますからね。ここが有効利用できております。ちなみになんですけど、ここにね、あの電気がついとうやん。でもね、これね、ここにスイッチがあるって。ここのスイッチを消すと換気扇まで消える。でつけたら換気扇と一緒に電気がつくと。換気扇だけ回したいかったりとかするし、このユニットバスをさらにおしゃれにする方法があるんですよ。こちらです。これね、安かったら500円ぐらいで売っとった。この間接照明、この木のところにバチンとバチンと挟むんです。そして電気を消します。しました。そして電気をつけます。するとほら、私のお風呂が、ユニットバスが、ちょっとこれ映像で伝わるかな、おしゃれになりました。ここにね、なんだろうな、こういうパック系、これラバーからいただいたんですよ。パックもうだいぶなくなって、この2つだけになっちゃいましたけど。でここはなんか、まあこれちょっとね、ヒゲ剃りがあったり歯ブラシがあったりなんですよね。でここをね、俺ね、なんかね、イベントとか行った時になんかもらったい、こういうやつ、化粧水やったり、これシャンプーか、これをね、もうここに置いてね、あとワックスとか、あとスプレーとかですかね、置いてます。で、あとね、こういうやつ、あの水がさ、やっぱりその洗面所やけん、洗面所っていうか、こう水使うところやけん、こう落ちてくると思った、水滴とかやけん、この落ちるようなやつがいいかなって思いました。で、俺これね、白いやつ使っとった。これね、ステンレスみたいなやつもあったったよね。これが、ここが、この白じゃなくてステンレスみたいなやつもあったっちゃけど、錆びるかもしれんやん。でけん、この白で塗られとるやつにしたっちゃ。透明のスプレーをかけたのは、やっぱりお風呂だから、まあ、ちゃんと換気とかちゃんとしないとカビちゃったりする可能性があるから、そうだからちょっとね、コーティングしました。本当はニスとかを塗った方がいいと思うんですけど、とりあえずね、あの簡易的なスプレーでコーティングしました。まあ効くと思うんだよな。一応ね、さっきやったら水弾いたりとかしてたから、多分効くと思うんですよ。こんにちは。2日目です。昨日これ作ったんですけど、ちょっと昨日から少しだけ手を加えました。っていうのが、動画を編集してたんですよ。でもやっぱりここがね、この黒いやつがおもむろに見えとるのはちょいダサいなと思って、で、ここをさ切ったやん。この長さをね、調節してこの2つ分切ったんですけど、これをこのね、この黒の前にくっつけたんです。ちょうどね、やっぱ幅も一緒だから、ちょっとくっつけたらほら、昨日よりやっぱりちょっといい感じですね。こっちの方が、こっちの方がちゃんと小物入れ感が出ていいですね。これが100均で出来上がったってなると結構いいんじゃないかなと思うんですよね。値段的に全部言えば、そのこれも同じ場所で買ったんですよ。これこの一番最初にあったこの小物入れ、これ100均ですね。全体でこれ600円です。どうですか、600円だったらいいんじゃない。まあこの600円プラス、そのまあノコギリとか釘とか接着剤、トンカチ、あとスプレーか、
100均で作った小物襟にしては上出来なんじゃないでしょうか。はい、といった感じでございました。本日の動画は以上でございます。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。言い忘れてました、皆さん、宝部領事に何かあんなことしてください、こんなことしてくださいみたいな、こんなの作ってほしい、あんなの作ってほしいみたいなことがあったら、ぜひ宝部オフィシャル、宝部ドットオフィシャル @gmail.com に、ぜひリクエストしてください。お待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆様のお帰りをお待ちしております。グッバイ、さよなら、再見、アディオス、バイバーイ、じゃねー。